はい、この動画を再生いただきありがとうございます。この動画ではですね、株主優待券の正しい売り方について解説しています。で、今回の動画は、オリエンタルランドですね、ディズニーのワンデーパスポート券、オリエンタルランドの株主優待券ですね、これの正しい売り方について解説していきたいと思います。はい、で、今までのですね、動画でも、解説しているんですけれども、商品券だったり金券、株主優待券を、一番活用することができる方法は、自分で使ってしまうこと、これがですね 100% の利益をその享受することができるため、一番はこれがおすすめというふうになっています。それ以外に享受する方法、それはヤフオクで転売して現金化するか、金券ショップに買い取ってもらって現金化するかってことを解説してきました。はい、でちなみにメルカリとラクマなんですけれども、金券だったり株主優待券の類を、販売出品することは禁止されているので、それはもう全然触れていないような感じになります。はい、それでは本題に入っていくんですけれども、今回はオリエンタルランドの株主優待券ですね。はい、これをどのようにして使うのが一番いいのかということです。まずはもちろん使ってしまうことが一番ですね。はい、そして2番目、今回はですね、先に金券ショップの方の買取の相場を見ていただきたいと思います。で、毎回ですね、金券ショップはアクセスチケットに買い取ってもらうことを推奨しています。はい、ですので、アクセスチケットのサイトですね、こちらが買取の相場となっています。はい、見ていただければ分かる通り、買取不可ですね、ほぼほぼ買取不可で、ここに一つ載っているのは、株主優待券の部分になってくるんですけれども、これもですね、実際は買取ができるかどうかはちょっと一度お電話で確認してもらえればいいと思います。はい、で、なぜですね、アクセスチケットでオリエンタルランドの株主優待券が、買取不可なのかってことをまず解説したいと思います。それはですね、ディズニーランドにですね、行ったことがある方だったら分かるかと思うんですけれども、チケットの裏側に QR コードがついていて、QR コードをゲートのこのセンサーにかざすことによって入場します。入園ですね、入園します。そして中でもこのチケットはファストパスを取ったりするときに使うので、そのまま持ったまま中に入園して、帰りもですね、退園するときもこれを持ったまま帰ることができます。はい、なのでその使用済みのチケットもこのまま皆さん持って帰ることができるんですけれども、このチケットがですね、パッと見だと、使用済みなのか未使用なのかの判断が全くつかないんですね。はい、なので、結構前からアクセスチケットではこのディズニーランド のチケット、ワンデーパスですね、の買い取りが不可っていうようなことになっています。はい、ですので、今回このオリエンタルランドの株主優待券に限っては、買取ができません。おそらくアクセスチケットが買取不可っていうふうにしているので、結構ほとんどのですね、金券ショップで、買取してもらえないんじゃないかなっていうふうに判断ができます。はい、ですので、今回はヤフオクに出品するっていう一択となってしまいます。はい、それではですね、アクセスチケットの買取相場はこれでおしまいにして、ヤフオクのですね、落札相場を確認していきたいと思います。はい、そうするとこんな感じですね。これがヤフオクの落札相場ですね、取引されている金額になります。基本的にはですね、ディズニーのワンデーパスも、使用期限があったり、あと入場制限の問題とかですね、あと価格の割引されたもの、社員割みたいなものがあったりですね、というように若干の金額とか条件の差によって、前後する部分もあるんですけれども、基本的には大体定価に近い金額ですね、7000円前後で取引がされています。はい、で、ヤフオクで販売した場合は手数料が、販売手数料が 10% 前後かかってしまうので、実際お金になるのは、6300円ぐらいということになると思います。はい、というような感じでですね、今回はですね、ヤフオクに出品するという一択になってしまったんですけれども、途中でもお話ししましたが、誤ってですね、メルカリとかラクマに出品しないように注意してください。はい、で、メルカリに出品してしまった場合はアカウント止められてしまうので、多分1週間ぐらいの使用停止というような感じになってしまいます。はい、なので注意してください。あとですね、アクセスチケットの方も確認せずに、発送郵送してしまうと、買取不可っていう感じで、送料着払いで送り返されてくるのかな、ちょっと判断できませんけど、往復の送料で損をしてしまうので注意してみてください。はい、
というような感じで、今回の動画は以上となります。このチャンネルではですね、このようにメルカリだったりヤフオクの情報と合わせてですね、ブランドの鑑定だったり、このように金券の買い取り、売り方とかですねについて、の情報を発信しています。よろしかったらチャンネル登録の方お願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。次回もよろしくお願いします。バイバイ。